GO! おー、行け、頑張れ頑張れ頑張れ。行った、行きました。皆さん、あの大空に飛び立ちたいと、いいから飛行船の作り方を教えてくれよと、そういう声がたくさん届きました。どうも皆さん、ということで本日もレゴフォートナイトやっていくんですけど、100日後に帝国を作る男シリーズ、今回第24回目ということでやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。このシリーズはですね、建築学生である僕がレゴフォートナイトで本気を出したら一体どうなってしまうのかというシリーズになっております。こういう動画が好き、続きが気になるという方はですね、好評であればこのシリーズ続いていきます。まだの方はですね、ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、通知音よろしくお願いいたします。2月中チャンネル登録者数2万人目指しております。ぜひともよければね、よろしくお願いいたします。ということで早速やっていきましょう。はい、ということで本日やっていくことなんですけども、皆さんからねコメントがね多数寄せられておりました。飛行船の作り方を教えてください、飛行船の作り方を教えてください、飛行船の作り方を教えてくださいと、もうね無限にねコメントが来てたということでですね、今回はわかりましたということでですね、飛行船の作り方じゃあ教えちゃおうかなと。もちろんね壊れるリスクはあると思うんですけど、性能的にはねもう僕が知る中で最強のね飛行船を持ってきたので、そちらをね皆さんに紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょうか。ということで、前々回ぐらいかなの飲食店街があるこのね、もう本拠地でお送りしてるんですけども、見てください、上もうね建てれないということでですね、ここにね本当はもっともっと広げていきたかったんだけど、一旦ここねヘリポートとしていこうかなということで、まず皆さんにやってほしいこと、それはですね、平らな場所を作ってくださいと。平らな場所がないとあのうまいことを作るのが難しいんで、まず平らな場所を用意してください。僕の場合はここをヘリポートにしますと。はい、ということで皆さん2月ねいかがお過ごしでしょうかと。楽しんでますか？春休みっていつからなんだろう。皆さんのね春休みとかね、まあ社会人の方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、学生の方ね、いつから春休みだよとかね教えていただけるとね非常にありがたい限りでございます。ぜひともねよろしくお願いいたします。で、今回のねこの動画はどうやって作るの系になってくるんで、コメント返信のコーナーはねお休みなんですけど、次回以降じゃんじゃんやっていこうと思うので、まだコメントしたことがないという方もですね、読まれる可能性全然ありますので、よければねたくさんコメントしてみてください。じゃこのことにねちょっと触れとこうかなと思うんだけど、もうなくなった話だからさいいかなと思うんだけど、実はねこれワンチャンね、ワンチャンテレビに出てたかもしんないんだよ。びっくりでしょ、皆さんびっくりしてると、テレビ、お前がテレビ思うでしょ。そう、番組名は伏せるんだけど、テレビの人から連絡来て、動画使わせてもらえませんかみたいなこと言われたんだよ。って全然使ってくださいって感じだったんだけど、なんか直前になってやっぱ使わないっすって言われて、使わんのかい、使ってくれよーっていうね気持ちになったことをここにご報告させていただいたところで、はい、ということでヘリポートできました。もうこれで完成です。とりあえず平らな地面を用意してくださいと。そうしたらですね、早速作り方の方やっていきましょうか。まず用意するのがですね、はい、こちら城の壁のハーフ4を用意してくださいと。でこれをまず置きますよね、1個置きます。あ、待って、城の壁1つ置いたところで申し訳ないんですけど、ちょっと材料紹介させていただきます。はい、材料こちら、フレックスウッドが20個、フレックスウッドの棒が6個で、棒が8個、ブラストパウダーが11個で、ツタが5個、あ、ツタじゃねえなこれ、ツタの紐みたいな加工したやつ、ツタを加工したやつが5個、そして雲ですね、雲の糸から作るこの絹の布を6個、そして板が本当は15個でいいんですけど、まあ20個あります。松明が13個、ほんでこの辺はね、まあ適量持っておいてくれればいいですよっていう感じの材料となっております。さあ続いてやっていきましょう。ちなみにね今回のこの動画ね、海外の人の動画参考にしてるから、実際ねサンドボックスこもって作ってみて、あーいいなと思ったから紹介しております。で悪いとこもねしっかり紹介していくんで、それでもって方はぜひ作ってみてくださいって感じですね。でも僕は史上最強だと思ってるんで、まあぜひね、あの壊れてもいいモードとかでね、ぜひ真似してみてはいかがでしょうか。さあということでやっていきましょう。壁をねこう置くわけですよね、1個置いたらそっから 1,2,3,4,5、 はい、でこっから 1,2,3,4,5、はいという感じに置きますと。はい、そうしたらですね、続いてダイナミックファウンデーションですよね。これもう皆さんお決まりのねダイナミック基礎なんですけども、置きたいと。難しいね、サンドボックスじゃないからなかなかね難しいんだけど、まあ真ん中の方にね置きたいんですよね。こんな感じでいいかな、まあ、ちょうど真ん中でね、この茶色い幅が一マスねはみ出るぐらいね。でそうするとこう置けるんですよね。を置きますと。はい、いいですね、これで飛行船の基礎が完成ですね。そうして続いてですね、このちっちゃいタイヤをつけていますいきますと。クッション材ね、これないとねぶっ壊れます。こんな感じで隅っこにねタイヤをねつけていきましょう。ポンポン、いいですね、こんな感じで隅っこにつけていきます。ここに、難しい、はい、オッケー、このね角っちょがちょっと出るくらいなら大丈夫ですと。はい、はい、完璧ですと。そしたらですね、続いて真ん中にもねクッションが必要だということで、この基礎の真ん中にもしっかりとタイヤを置いていきましょう。はいと、
ということで、はい、もうあっという間にクッションが完成しましたと。そうしたら続いてですね、スラスターですね、進行方向にしたいところにこのポンって置きましょう。そうするとあっちに進みますよね。そして続いて下ですね、これ昇降も可能なので、まっすぐね、このタイヤに対してまっすぐスラスターを置いていきましょう。ここは難しい。はい、OK。こんな感じで、いいね、まっすぐ置けたと思います。これで、下は完成ですね。そうしたらですね、一旦、このね、基礎をぶっ壊しちゃいましょうということで。はい、はいよーと。そうすると、下に降りてきますね。はい、これで、基礎は完成ですと。さあ、ここからですよね、皆さんが知りたいのは。さあ、やっていきましょう。まずやるべきなのは、こちらのフェンスのとこですね。板を使うこのフェンスですね。これを使っていきます。これを端っこの方に置きます。ポン、こんな感じね。一番端っこに置きますと。この青いチョンがね、見えるぐらいね。で、次、この板を使うフェンスの2ね。2を使って、これを、この、ギリギリくっつく、ギリギリ置けるぐらいの、ここに置きますと。こんな感じでね。なんかもう一個進むと置けないんで、こんな感じですね。そして続いて、こっちに、側面に置いていくんですけど、これですね、この1マスと思いきや、2マス、こう、開けてくださいと。こんな感じで、2マス開けてくださいよ。その後にですね、続いて、この真ん中にね、置きたいわけですよね。また、フェンスを。で、ギリギリ置けるよってところに、互い違いというか、線形に対称に置いてくださいと。そうしたらですね、続いてこちらまたフェンスですね。これをね、裏返してこんな感じで置いてください。ドン。これもね、ギリギリ置けないんですよね。だから一マス空いてるように見えるけど、これが最善というか、これが置ける中で一番詰められた形になっておりますね。そうしてその後ですね、その後やっていただきたいことがですね、壁の壁からこう下下がってってもらうと、また半壁があると思うんで、その半壁をね使っていただいて、まあ何でもいいですよ、これは。で、だいたいこの空きスペースの真ん中ぐらいかなっていうところにこんな感じで置きます。こっちにも置きますと。そしてですね、その後、これね、多分石の方がいいと思うんだよ。調べた感じ、木でやってたんだけど、おそらく石の方が壊れにくいと思うので、個人的にね。なんで、石を敷いて、床とかで補強したらどうなんだろう。いけると思うんだけどな、どうだろう。ちょっと微妙だけど、ちょっと一回やってみる。そうして、こいつ、この置いたちっちゃい基礎ね、ちっちゃい基礎に、スラスターをね、こう二つつけるわけですよね。ポン、ポン、これ詰めて置いていただいて、そして置いたらですね、ここをポン、こうします。そうするとポンって降ってきますよね。はい、完璧。ここまでは完璧ですと。そして続いて、こっち側にもね、同じことをやっていきます。はい、基礎を用意します。で、上にね、こう、乗せるわけですよね。こう、これもね、こう一マス、これかな、これ横から見たら分かるけど、この一マスだけ乗ってる状態、これをね、やってもらいたいと。こんな感じでね。そうするとこんな感じで、T の字に綺麗になって、こっち側が飛び出してるみたいな形になると思います。そしたらまた一応、補強のために床を敷きまして、そしてスラスターをね、また、こちらにね、前方に置いておきます。これはね、あの前方の方がね、物理的に曲がる力がね、多分強くなると思います。そして終わったらここポン。そうするとまた降っていきますね。で、こうなってしまえばですね、続いてやることは簡単で、レバーをね、それぞれのこの今落としてったブロック、あ、いいですねと。そうしたらですね、ここでね、もうポイントというかやった方がいいよというのがですね、で、床材でですね、これを覆ってくださいと。でも先頭だけは、おお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 すごい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 、ちょっと待って、先頭だけは、うわ、やっべ、これマジで揺れすぎててシャレにならんぐらいあれですけど、タイミングよく、普通こんなことならないと思うんで、あ、よくよくよく、俺はいけた、いきました。こんな感じで置いていただいて、で、続いてもう一回同じことをこうすれば、こうパタンと閉まる形になると思います。これね、なかなかね、難しいんですけどね。とりあえずこの一番のリスクが何かって説明すると、このスラスター、この独立したスラスターあるじゃないですか、半壁からボトンって落としたやつ、これがね、吹っ飛んじゃうっていうことが一番のね、懸念点なんですよ。どこにも固定されてないからね。だからできるだけどこにも行かせたくないから、そうならないように工夫が必要という感じになっていきますと。どうしようって感じなんだけど、ここはね、開けておきたいのよ。でも困ったことにね、やってみてもいいんだけど、こんな感じで一回やってみるか。こんな感じでこの空きスペースをね、できるだけこう潰す、このレバーのこの空いてるところも潰す、できるだけもう外に飛んでいかないように。まあもうこれやってもさ、正直このゲーム人事を尽くして天命を待つゲーじゃないですか。このもうやってもやってもキリがないというか、もう壊れるときは壊れちゃうんでね、まあそれはドンマイということで。で、ここまでやったらですね、続いてやることが、この木の基礎、こちらをですね、こんな感じで置きます。この横にね、はみ出ないぐらいでこうやって置いていただきまして、こんな感じでね、つめつめに置きます。ここの
柵のちょっと出てるやつとくっつくぐらいですね。そうしたら続いてね、この石の基礎、重量調整かな、多分後ろに重心を持っていきたいから多分重たいのを後ろに置いてるんだと思います。でこうしてこういう感じで置くと、そうするとなんか近未来の車みたいな感じにうわおなりますよね。はい、こうなってきたと。あ、これでだいぶいい感じになってきましたよと。でちょっとこれ乗り込むのにこれが必要なんで、で乗り込んで最終仕上げですね。はい、ちっちゃい風船を置きましょう。角っちょですね、角っちょ、一番角っちょね、これ見えるかな、一番角っちょに置きますと。そうしてですね、続いてやることはでっけえ風船ですね。でっけえ風船をこの真ん中のちょっとこの辺に置きますと。もうちょっと後ろかな、これぐらいかな、で置きますと。そしてですね、レバーこちらをね、真ん中この床、置いた床に対してこう置きますよと。これにて完成でございます。見てください、これかっこよすぎると。もうサムネの飛行船と遜色ないですよね、これ。もうかっこよすぎますもん、これ。さあということで、果たして無事動くのか、こちらをね検証していきたいと思います。これね、ただ懸念点なのがね、ちょっとずつ上がるやつだから、あの壁にぶち当たるんじゃないかっていう懸念がすっごくありますね。まあでは早速ねやっていきたいと思います。僕が思う史上最強の飛行船初飛行まで3、2、1、ゴー。おー、待って待って、わーお、ちょ待ってね、これはね滑走路が足りない、普通に俺が一旦後ろまで押して、本当はね普通の人こんな兵作んないからさ、普通はね兵ないと思うんだけど、うわーちょっと待って、やりすぎ、一旦ね、ちょっと一旦ポン、あ、行き過ぎ。あ、難しいよ、これ。なんだよ、これ。はい、オッケー、ストップ。オッケー、完璧。オッケー、これで行こう。さあ、改めまして、初飛行まで、3、2、1、ゴー。おー、行け、頑張れ。行った行きました、皆さん。見てくださいよ。これね、何がすごいかっていうとね、昇降ができるんだよね。飛行船あるあるでさ、降りれない。ああいう風にさ、見える？ああいう風にさ、もう降りれなくなるみたいなね、ことがあるじゃないですか。この動画で紹介した、これまだ見てない人は見てほしいんですけど、この小技みたいな動画で紹介したやつ。あれもまあ簡単で実用的っちゃ実用的なんですけど、降りれないんですよね。そういう悪いところを解消したのがこちらですね。これ、何がいいかと言いますとですね、これスイッチを切るとね、勝手に降りてくれるんですよね、自重で。まあ一回ね、これ何もせずに置いといてみるけど、こんな感じで自重で降りてきて、別に壊れることもなく着地してくれると完璧な飛行船なんですよね。そうしてもう一回行くよーってなったら、はい、こんな感じで浮いてくれると。はい、完璧ですね。素晴らしいですと。今のところ動作に何も問題がありませんね。これ継続的にねスイッチオンしないといけないっていうのがなかなか、うわっとめんどくさいんですけども、はい、浮いていただいて、でこの飛行船のね弱点をねちょっと皆さんに、まあ、あらかじめ説明していこうと思うんですけど、いかんせん高度を出すのが非常に難しいというのがね、もう一つの大きな弱点ですよね。別に速さは変わんないですよ、全然速さはいいんですけど、高度がねなかなかこれ上がんないんですよね。別に速いんでいいんですけど、仮にね一回着地してすぐ飛び立ってモンスターに破壊されるの防ぎたいよみたいな時はね、ちょっとこれ向いてないかもしんない。で俺の指示通りに作るとこんな感じで、右のスイッチを押すと右に曲がる、そして左のスイッチを押すと左に曲がるみたいな装置ができますと。そしてねこれ弱点もう一つありまして、何かと言いますとですね、右左曲がれるのはいいんですけど、操作ちょっとでもぐだるとね、もうこのスイッチが飛んでいきます。動画あるかな、あったらちょっと載せとこう。方向転換したらすぐやんないと、もうパーンってどっか飛んでく。それはね、だから注意しないといけないとこかな。めっちゃ便利なんだけどね。もう、ちょっとでもね、操作を怠ると消え去ります。だからまた作んなきゃいけなくなるっていう、めんどくさいね、事件が起こってしまうので、ここはね、注意しておきたいと。こんなね、のんきにね、飯食ってる場合じゃないんですよね、多分。ただでもこれ一回作ってしまって、でミスることなくちゃんと操作できれば、まあ壊れないんじゃないかっていう、もうこれがね僕の思う史上最強の飛行船でございますね。ほらもうなんか飛んできそうでしょ、ブル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 って。もう怖いのよ、めちゃくちゃ。ただもう立つのはねこっちでいいかもしんない、こっち。このね飛行、うわほらもうやばいから、これマジで頭おかしいもん。これちょっと曲がってすぐオフにするっていう、これをね徹底しないと非常にまずいと。あと高度が低いから、ただただ障害物が邪魔っていうね、これうまいこと避けていかないと
と思うようには進めないと。こんな感じで帰ってくることができましたよと。これね、ヘリポート止めるの無理だね、これ。俺あの城壁越えれる自信ないわ。めっちゃむずいもん、これ。下にね、多分スラスターもっとつければいいと思う。でも、これは、まあこんな感じかな。オッケー。作るときにね、もうちょっと上行きたいよって方ですね、スラスターをバランスよく、ちょっとやってみようか、一回。これでできれば、みんなもね、ハッピーライフが送れるね。マジで難しいよ、でもこれ。これ最初の段階でやんないとダメだね、もうこういうのは。だからまあこっからつけるってなったらどうなんだろう。こういう壁に擦りつけるとかしかないよね。壊れるんかい。何が壊れた。あ、フェンスが壊れた。危な。これやめた方がいいね。最初の方にやるしかないわ。もう壊れちゃったらもうどうしようもない。これもう一回ここに置くとおそらく壊れます。いきます。お、置けない。なんだ。うわあ、びっくりした。置けないわ。なんだこれ。置けなくなったわ。もう置けなくなりました、僕の渾身のフェンスは。できてから修正を加えようったって、そうはいかねえぜっていうタイプの飛行船でございます。これ、すっげえな。すっげえロールバックするもん。要するに言いたいことは、基礎があって、こんな感じでね。本当は繋がってるよ、ここ。で、今は、ここと、ここにね、つけたじゃん。真ん中。ここ二つにつけたと思うんだけど、それを、ここと、こことかにもつけると、おそらくですけど、ちゃんと浮力が増して、まだいい感じの飛行船になるんじゃないかと思います。また、サンドボックスで検証して、この映像を載せておきますわ。ナイス。ナイス。はい、ということで、おまけなんですけれども、さっき説明した通りです。スラスターショーをね、ちょっと増やしてみました。これで浮力が増すのかという実験をしていきたいと思います。さあ、やっていきましょう。いきますよ。3、2、1、GO! おー、いいんじゃない?いい感じだよ。相変わらずこの右折左折はね、非常に難しいんですけども。あ、いいんじゃないか、これ。めちゃくちゃいいぞ。あ、いいんじゃない?いいんじゃない?え、これめっちゃいいぞ。あ、めちゃくちゃいいです。降りたい、降りたいってなった時に、降りれるかが問題だね。降ります、降ります。あ、いいじゃないですか。めちゃくちゃいいよ。ということでね、皆さん、スラスターをね、置くときはね、こんな感じで、このタイヤをね、囲うようにして、4つね、スラスターを置くと、今みたいにちょうどいい感じになると思います。ぜひ、実践してみてください。もう横のフェンスとかがね、壊れちゃうのは、それはもう、運ですね。運ゲーだと思うんですけど、ぜひね、皆さん、作るのはね、そんなに難しくないんで、よかったら、真似してみてください。ということで、以上、おまけ検証でした。というか、こっちの方が、より良かったね。ということで、バイバーイ。ということでですね、今回はですね、もう非常に皆さんからのリクエストが多かった飛行船の作り方をね、紹介していきました。もうね、これをね、超える飛行船はまあ、ないんじゃないかと。理論上できないことは何もないんだよね。ただ、操作が非常に難しいよと。で、僕は今この飛行船がおそらく左折できなくなりましたと。見えるでしょ?もうこのなんか、バタバタしてるのが。これもう、すごいもん。壊れたもん。俺の街。ひどいもんですよね、これ。はい。はい、ほら、飛んでった。ほら、飛んでった。ほら、飛んでった。ほらね。柵を置いとかないと、あんな風に飛んできます。あ、で、ここに、不時着します。はい、残念でした。これね、なかなか、大変ですけども、皆さん、ぜひぜひ作ってみてください。で、ちょっとね、ブーストしてみて、最初紹介したやつよりね、下につけるのが多くなったバージョンもですね、皆さんに共有していきたいと思いますので、そちらね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、今回のこの動画がいいな、面白いな、役に立った、最高だぜと思った方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価、そしてコメント通知音よろしくお願いいたします。それではまた次回の100日後に帝国を作る男シリーズでお会いいたしましょう。またねー。